はいどうもおじさんです。今回はこちら甘えみという作品やっていきたいと思います。任天堂スイッチ版で、もの自体はそうだな、このパソコンゲームこれ Windows 版なんですけど、先日あの任天堂スイッチ版が発売したということで、まあせっかくの機会ですので、まあパソコン版なんですけどね、パソコン版自体も2020年に発売したものですから比較的新しい作品というか、まあ去年の作品なんですが、まあそれがコンシューマー化に移植ということでね、まあせっかくだからみんな手に取ってプレイする機会があるのではないかということで、こちらやっていきたいと思います。正直この、ゲーム作っとる大元アザラシソフトさんっていうところはあまり馴染みがありません。はい、なので多分初プレイになるかな、下手したら。記憶にないってことは、まあ初と言っても過言ではないやろ。今あのパソコンゲームの方の最新作、アマカノ2プラスっていうのが、発売したのかな、発売したよっていうのがあって、まあその絡みでね、そっちをプレイするのもいいですし、まあそっちの実況はもっと後になるかな、まあいろんな事情がありましてね。なんで、今回はこの甘えみっていうのをやりたいなと思います。それでは行きましょう。始まるんですね。緊張してきました。あら、本編を見る。ごめんね、下の方は選べないんだ。もしも桜が青い絵の具で塗られていても、人は変わらずまっさらな春を祝福するのだろうか。明日は入学式という4月初め。校門の前は何やら絢爛な空気に包まれていた。沈黙の青、相関する青。野じ馬を含めた数十人の学生たちはただ呆然と佇むばかりだった。社交に染まるオレンジ色の風景の中で、彼らの周りだけが砕けた氷のように寒々しくトゲトゲしい。一体どうしますこれ。ということは美術部員がそう言ってるってことはペンキでもぶちまけたんかな。やり直すにしても時間がな。なるほど。確か新入生を歓迎するための美術部が制作したアーチを門の上に飾るのだと聞いていた。だがすでに下校時間も迫り、作業はもう大詰めを迎えてなきゃいけないはずだ。どうも何かやらかしちまったやつがいるらしい。サンダルを突っかけてふらりと猫を探しに来た俺は、偶然この場に居合わせたわけだ。ああよかった、先生、これどうしよう。これ先生、あ、俺のことか。お前先生なんか。お前先生なんか。そして先生が主人公なんか。おい、学園だぞ、大丈夫か。中途採用の非常勤講師に過ぎないせいか、もともと柄じゃないだけか。赴任してもう半年になるというのに、いまだに先生と呼ばれるのには慣れない。とはいえ、気づかなかったふりをするには遅すぎるか。どうした？何かあったのか？ごめんなさい。うちが悪いんです。だからギャール、この子を追い出すとかはマジで勘弁してほしいっていうか、とにかくごめんなさい。お、こいつは当事者ではないんか。どんな場合も猫に罪はない。あ、この子って猫のことか。少女は俺を見るなり勢いよくブンブンと頭を下げてきた。その度に長く伸ばした金髪が揺れ、夕日に透けて輝く様が実に美しい。
ただそれ以上に気になるのは、彼女が太っちょな虎猫を抱えていることだろう。両脇の下に巻きつけられた猫は、ちょうど万歳するような格好で、前足の肉球を鮮やかなブルーに染めてこちらへ向けている。しかも、さあ、下々のものよ、あがめたてまつれ、とばかりに、尊大な顔つきで首をのけぞらせ、みょーんと胴体を長く伸ばしていた。どうして猫の体ってのはあんなに長く伸びるんだろう。間抜けな姿さえ実にキュートだ。そうだよ、イロハが急ににゃんじろうを連れてきたりするからさ。にゃんじろう。ごめんごめん、本当にごめん。まさかうちもポコタがペンキの缶をひっくり返しちゃうなんて思わなかったし。ポコタ、一個のね、多分迷い猫か。迷い猫なんだけど、みんなで名前つけて飼っとるみたいな状況かな。待て待て、つまりあれはそういうことか。どういうことだ。俺は美術部が作ったらしいアーチを指さす。すると自然に人垣が割れ、その向こうで前面に桜を描いたであろうオブジェに青いペンキをぶっかけたようなものが横たわっていた。ご丁寧に猫の足跡までバッチリ残されている。だから先生、うちが悪いの。ポコタはちゃんとみんなで世話してる子だから。保健所に連れてくとかは本当に嫌だし。冗談じゃない、猫を処分するようなやつは人類の敵だ。あ、お前猫派か。どうやら学生の中にもこの明らかなる主犯を責める者はいないらしく、ほっとした空気が流れる。しかしみんな好き勝手な名前で呼んでいるようだが、俺の認識によるとやつの名前はブーヤンだ。そうか、ダイエットをさせてるはずなのにどんどん太っていくのを不思議に思っていたが、学生の間でも可愛がられていたんだな。よーし。ブーヤンがうちの猫だというのはやめておこう。でも本当にいいんですか？確か学校に野良猫がいるのは良くないって前に職員会議でも問題になったことがあるらしくて。ねえ。何？本当か？それでみんなも過剰に心配していたのか。俺もブーヤンのことはもっと気をつけてやるべきだった。とにかくペンキだらけになったものは仕方ない。この件は先生の責任でもあるからな。みんなは気に病まなくていい。え？先生はたまたま通りかかっただけっしょ？いいから。学生はこういう時、大人の正義でもしとけばいいんだ。俺は咳払いをしてごまかしつつ、美術部の部長のところへ行った。それで、直せそうなのか？この手のペンキはちゃんと乾いてからでないと、上から絵を描くのは難しいんです。このまま重ねて塗るには青が強すぎる。いや、だったらいっそのこと、青い桜か。そんな簡単に言わないでください。ああ、すまん。いや、君、待ってくれ。先生。実は自分も同じことを考えてました。でもそれは最初の構想から違いすぎる。それにこれは新入生の歓迎です。この桜を青で描く？今からどうやってまとめたらいいのか。今日調子悪いな。いつもやけど。それは質問というよりも自問だった。まあ部長の懸念はもっともだ。真っ青に染まった桜からは温かみが消失する。するとどうなるか。当然作品は狙ったところに着地しない。部長も青い桜に面食らう新入生は見たくないだろう。台無しになった桜を前にして美術部部長の表情は苦渋に満ちていた。思い切って青い桜を描いてみるか。だがそもそも着想になかったものだ。この短時間に自分にまとめられるのか。そんな葛藤と苦悩が伝わってくる。
おそらく最初に構想していたイメージ、桜のイメージが強すぎて、それに比類する、青い桜を思い描くことができないでいるのだろう。時間もない。技術的にも精神的にもタフな仕事だ。余震ば作品の形が見えてきたとしても、無事に完成させるのは難しい。これをまとめられるやつなんて、ああ、一人いたな。例えば俺なら、お前そんなすげえやつなんか。あ、その時、無情にも完全下校時間を知らせるチャイムが鳴り響いた。特別な許可がない限り、すべての学生は帰宅を義務付けられる。どうやらここまでのようだな。待ってよ先生、本当にこれどうにもなんないわけ？やっぱりうちがポコタを連れてきちゃったせいだ。だからそれは俺の責任だと言ってるだろう。待ってください、ドライヤーで乾かせばなんとか。だとしてもこれだけ派手にペンキをぶっかけちゃざっと3時間はかかるんじゃないか。ええ、確かに私も3時間くらいだと思いますけど。絵の具の固まる時間は画材によってまちまちだ。経験者でもないのになんでわかるんだという顔をされるが、あえてスルーしておく。そこから目一杯飛ばしても朝までに間に合うかどうかはかなりギリギリだな。だったらうち、徹夜は得意だし。落ち着きなさい。それには学校側の許可がいるんだ。かなり望み薄だとは思うが、待ってろよ。一応掛け合ってみるが、期待はするなよ。だが俺は正規の教員が産休を取ってる間だけ雇われたピンチヒッターに過ぎない。そんな腰掛け教師に対した発言権などなく、学校に泊まってみんなを徹夜させる許可など出るはずもなかった。他の教員からはただ単に新入生の歓迎には別の方法を考えるよう言われただけで、結局何もできずみんなを下校させることになってしまった。こんなよりは罪のないことばかりで埋めてしまいたくなる。ネズミのおもちゃに戯れる猫、コンビニのスイーツ、人の知らない B 級映画、どっちょな猫、誰も笑い者にならないバラエティ番組。そして猫、猫、ネズミのおもちゃに戯れる太った猫。ああ、猫と遊ぶだけで金がもらえる仕事がしたい。YouTuber になればいいよ。なんか実際の俺は何の理由をつけてサービス残業に打ち込み、他の教員がいなくなるまでたった一人学校に居残っていた。誰もいなくなった夜の校舎は巨大な怪獣が潰した抜け殻のように物静かだ。あ、残したか。こんなのは単なるアルバイ作りみたいなもんなんだろうな。美術部が作っていたアーチは制作途中の段階のものを何度か見かけることがあった。今や社会科の一教員になった俺にも一目で力作とわかるものだったから強く印象に残っている。しかしペンキが乾かない限り新入生を歓迎するアーチに桜の絵を描くことはできない。青い色の別の絵を描いたとしても、今度は新入生を歓迎するというテーマから離れてしまう。そもそもどんなに頑張ったところで朝までに仕上げられるのか。仮に全ての問題をクリアし、そんな離れ技をやってのけるような人間がいたとしてもだ。そいつが描きたいと思っているかは別問題だろう。だからこれはきっとやっぱり無理だったのだと諦めるための儀式みたいなものなのかもしれない。様子だけ確かめたらさっさと帰って酒でもかっくらって寝る、そのつもりでいた。校門が近づいてきてその音が聞こえてくるまでは、
まさかドライヤーの音。おいおい、美術部の連中戻ってきてたのか。やば、あ、なんだ、さっきの先生じゃん。見つかっちゃったっぽい。予想通りその子はドライヤーを手にペンキまみれになったアーチの前にしゃがみ込んでいた。おいも何も思いっきり目が合ってるだろ。もうそんな怖い顔しなくてよくない？悪いことしてたわけじゃないじゃん。お願い、今日だけうちを見逃してほしいっていうかさ。なんかこの行為だけでなんかこの子の性格わかるよね。いろは、うん、この子の性格わかるよな。だって多分この子に美術の才能というか、ね、あの絵を何かしらの別のものに完成させる技術はないわけよ。まあ間違いなくね。その中で、やっぱ罪悪感があるとはいえ、こうやってドライヤーで乾かすという行為をするというかさ、まあ、向こう水って言えば聞こえが悪いけどさ、とりあえずなんか思いついたことをとりあえずやりますみたいな感じの、うん、後先考えずにとりあえず突っ走るみたいな子なんだろうさ。だから猫を連れてきたわけですさ。別に怖い顔をしているつもりはない。ただよく顔に表情が出てないとは言われてしまう。まさか年頃の女の子には不気味に映るのだろうか。いいからドライヤーを止めろ。そんなバカでかい音を立ったら人が集まってきて当然だ。おお、そっか、さすが先生、頭いいね。ひょっとしてバカにされているのかと疑いたくなるが、ケラケラ笑う明るい顔に邪気は感じられない。やっぱそうやろ。確かお前イロハとか呼ばれてたな。先生のくせに自分とこの学生の名前も覚えてないわけ。クスノキイロハ。これでもうちこの学校では有名な方だと思うし。知らん、俺の受け持ちではなかったろ。イロハは制服を、洒落た風に着崩し、派手めなメイクも様になっている。何よりあまりにも似合いすぎているブロンドの髪は目立ちすぎるほど目立っていた。おそらく有名というのは本当だろう。だが俺が一番気にしているのはそこではなかった。イロハは美術部ではないだろう、おそらく。だがそれは知ってんだ。あ、わかった、美術部と関係ある先生だったとか。残念ながら外れだ。絵を描く人間にしてははっきり言ってよ、お前の爪は長すぎる。ついでに言えば文化系のクラブに所属する、もの特有の空気感からもかけ離れている。嘘、すごすぎくない？名探偵じゃん。先生やってる人ってみんなそんな頭いいのかな。あのな、美術部でもないイロハがどうしてアーチの修復をしようとしてたのかを聞いたんだ。ああ、うん、だってさすがのうちもさ、責任感じちゃうっていうかさ。それは猫を連れてきたのがお前だったからか。いい加減教えてやるべきかもしれない。あいつはポコタなんてタヌキみたいな名前ではなくブーヤンで、社会科準備室に入り浸っているのだと。だがそこで急にイロハが落ち込むような色を見せた。いや、明るさの影に隠れていただけで、実は誰よりも傷ついていたのはこの子だったのだろう。だって美術部のみんなもうちの友達だしさ、みんなすっごい頑張ってたのも知ってたし。だから完成したの見せてもらった時本当に感動しちゃったんだもん。これは絶対ポコタにも見せてあげなきゃって思っちゃったんだもん。けどそのせいで、本当バカだよねうち。じわりとイロハの目に涙がにじんでくる。
この子がもともと泣きメイクといって目元に赤いラインを引いているせいもあってか、一層胸を揺さぶられてしまう。こんなことになって猫に見せたってしょうがないだろって普通怒るじゃん。なのにあの後美術部のみんなうちのことを慰めてくれんだよ。ありえなくない？そりゃうちがこんなことしたって無駄かもしんないけどさ、部外者かもしんないけどさ、奇跡でも何でも起こしてなんとかしなきゃって気持ちなの。だからお願いだし、今日だけは見逃してよ先生、お願いします。この世に奇跡なんてものはない、どうあがいたってできないことだってある。いろはがどんなに頑張ったところでたった一人でアーチを修復するなんてできるはずがないのだ。なんせこのアーチは肛門をまたぐほどの大きさがある。だよな、この肛門クソでけえよな。片面だけでも通常の F15 キャンパスに換算しても軽く10枚分はあるし、ペンキは裏面や側面にも飛び散っている。 F15 ってどれくらいよ。みんながキャンバスと言って思い浮かぶサイズって多分そうだな、横80センチくらいか。でも80メートルなわけないから。ね、横80センチ違うな、60センチも60メートル、30センチだと30メートルで、ちょっと、なんだろう、現実味が増してくるか。けど、横30センチ、横40センチ。なんとも言えねえ。作業量として、油絵20枚以上のスペースに絵を描かなくちゃいけない。気持ちだけでどうこうできるレベルじゃない。素人のくせに無謀にも程がある。それが分かっているのかいないのか、この子は決して頭を下げようとはしなかった。ああ、かつては俺にもこんな時期があった気がする。こんだけ生真面目だったらギャルはやってないはずなんだけどな。何があったんだろう、この子に。できるとかできないとか、そんな計算ではなく、ただ誠実であることだけが真理だと一心に信じられた時期が。ドライヤーは使わなくていい。さっき3時間と言ったのは部員総出でやる想定だったんだ。2人だけじゃどうせ朝までに乾かすことはできん。でも、今2人って言った？いいか、間に合わせることを考えるなら青い桜を描く以外にない。だがもちろん新入生が見て喜んでくれるようなものじゃなきゃ本末転倒だ。青系の色だけで歓迎してみんなを祝福してやれる絵を描く。日本でも古来お祝い事には紅白が使われるように、ピンクや赤系の暖色といえば簡単に表現できることに過ぎないだろう。けれど気分が落ち込んだことをブルーというように、青は本来悲しみや寂しさを表現することに長けた色だ。俺にできるのか？無理難題を前にねじ伏せてやろうという情熱がまだ残っているのか？こうか不幸か、いろはが美術室から持ち出してくれたんだろう。画材だけはたっぷりと用意されていた。あ、一応絵を描く気ではあったんか。でもそれってさっきは先生も難しいって。みんなには言うんじゃないぞ。これは教師としての責任感に過ぎないんだからな。まあ実は違うんだけどね。実は教師としての責任感っていうのはぶっちゃけないんだけどね。責任っていうか、その失敗の責を負うことであって、それをリカバリーするっていうのは別に先生の仕事ではないから。俺はペンキまみれのアーチを睨む。そう、これは絵に対する情熱なんかじゃないんだ。そういうことやろ。一人の女の子が流す涙を止めてやりたい。
みんなが汗を流してきた努力を無駄にしたくない。そんな風に誰かを挫折、誰かに、そんな風に誰かに挫折してほしくなかった。少なくとも俺の視界に入る範囲ではな。あ、この口調がなんかこいつの性格をちょっと表しとるな。だんだん分かってきたぞ。なんか割と、意外とこの会話、なんかすごい脈略としては、多分その、人間同士の会話としてはあれなんかもしれんけど、なるほどな。うん、なんか、人となりがどんどん分かってきとる気がする。おもろいな。うん。多分、そうやな。うん。まあ、そういうことにしとこうや。うん。ね。絵に対する情熱とかじゃないってことにしとこうや、今はな。え？まさか先生が描くの？でも先生だって、別に美術の先生ってわけじゃ。軍手をはめて筆を握ると、たちまち親密な手応えが宿った。同時に、やっちまったな、という感慨が湧き上がってくる。なんせ最初のタッチを入れた途端、筆が踊り出したんだからな。まったく嫌になる。これじゃまるで水を得た魚じゃないか。ずっとずっと乾いた砂漠の真ん中で干物になっていたくせに、青いオブジェの中を自由自在に泳ぎ始めたのだ。ええ、むっちゃ速いし、絵ってこんなに早く描けるもの？しかも、嘘。これって、どうして？もう塗りつぶされて、元の絵なんかわかんなくなっちゃってるのに。色が変わっただけで、ほとんど同じ？全く同じみたい。ありえなくない？どうして先生に描けちゃうの？どうして先生が知ってんの？これって、ポコタがペンキの缶ひっくり返しちゃう前と、全く同じ絵だよ。うちの美術室、うちの美術部はレベルが高いからな。チラッと見ただけだが、印象に残ってたんだ。いいかい、達也くん。絵にとって大切なのは、観察する力なんだよ。その時、脳裏に懐かしい声が蘇ってきた。美しいものを見た時はね、それをしっかり脳みそのスケッチブックに書き留めるようになさい。それが当たり前になって、癖の一つみたいになって、もう人生の一部だというくらい。美しいものだけでスケッチブックを埋めていくんだ。そうか、無意識のうちにも俺はまだあなたが教えてくれたことを覚えていたみたいです。みんな一生懸命作ったんだろ。だったら上から描くにしても、勝手に俺の作品を描くわけにはいかない。あいつらの努力も生かしてやらないとな。先生？ただ色が変わってしまった以上、絵に込められたテーマをそのまま表現することはできない。そこは少し変更を加えなくては、ただのマネーになる。生かすことにはならない。俺は今度こそ青色で歓迎するという難しさに直面する。一旦目を閉じ、大きく息を吸い込んだところで呼吸を止めた。そのままイメージの世界へ深く埋没していく。青という色が呼び起こす感情とは何か、悲哀、静寂、冷静さ、知的な清潔感。中でも寒色と呼ばれ、冷たさを表す色の代表のように感じるものも多いだろう。そこには確かに、真実のかけらが含まれている。だから一体青がそんなに冷たい色なのか。例えば吹き抜けるような空の青は、どれほど高く上から見下ろしていても、決して俺たちを見下したりはしない。あくまで優しく包み込むような包容力をはらんでいる。
海の青はどこか帰ってきたという懐かしささえにじませる。ドは冷たいはずの青色から夏の暑ささえ感じることができるのだ。感受性、想像力、連鎖反応。これは人間だけが持つ能力とされている。だからこそ芸術というものが成り立つ。見る者の想像力を刺激して現実以上のものを表現してこそ芸術と呼べるのだ。写実的でありさえすればいいなら絵なんていらない。スマホのカメラを向けてパチリ。思い出の1ページとして残すならそれだけでも十分。ああ、そうだ。ここへ来る者たちはやがてここから巣立っていく。そしていつかここが君たちの帰ってくる場所になる。君たちはここで学んだことを何度となく反芻し、ここで出会った友達と共有した思い出を何度となく語り合うんだ。ならこの巨大なキャンバスに描く絵青はお帰りなさいでいい。初めて来た君たちは少し戸惑うかもしれないけど、やがて時とともに実感するだろう。そう、時の流れさえこの中に閉じ込めてみせよう。絵を描くってのはね、一瞬を切り取って永遠の中に封じ込めることなんだよ。だから本当に素晴らしい絵には、一瞬と永遠が同じところにあるのさ。またも恩師の言葉が蘇ってきて、記憶の底でかすかな気泡となって弾けた。そう、教師をやってる俺にも先生はいた。揺れ起こされる思い出の深海へ向かって、俺はなおも果てしなく沈んでいく。やがて、海底で見つけた洞窟の奥に眠っていた宝物。それが今、俺自身が描きたいもの。ああ、ただの腰掛けとはいえ、俺も先生なんだな。これから刻むであろう思い出の1ページを予感させながら、君たちを温かく迎え入れてやりたい。そして願うなら、俺のように腐ったりせず、前向きに羽ばたいていってほしい。君たちにはきっとそれができるはずだから。カッと目を開くなり、再び筆が走り出した。走り出していた。全力疾走のストライドでぐんぐんとピッチを上げていく。心に思い描いたイメージを逃さぬよう、俺はその尻尾を追いかけ続けた。本来儚く過ぎて過ぎ去っていくはずの一瞬を、色彩の中で永遠につなぎ止めるのだ。だが永遠は儚く、思考の中でさえも一瞬だ。俺は頭に浮かぶものを直ちに次々と形にしていく。もたもたしてはいられない。でなきゃどんなひらめきもいつの間にかつかみどころがなく消え失せてしまうものなんだ。すごいな、どうした？気づくと俺は肩で息をし、顎先から汗が滴り落ちるほど疲労していた。いいね、主人公っぽいね。大きなキャンバスに描くのはそれだけで体力を要する。日頃の運動不足が恨めしい。きっと明後日には筋肉痛でダウンしていることだろう。それでもようやく走り出した筆を止める気にはなれない。一体どれだけの時間アドレナリンを全開に無理やり体を動かし続けていたのか。俺はついに腕を上げていられなくなって尻餅をつくようにへたり込んでしまう。はあ、くそ。一旦手を止めるとまた速度を出すには時間がかかるってのに。めっちゃ泣いてる今。泣いてるのか。
とすぐ隣でイロハがボロボロと涙をこぼすのに気づいてぎょっとしてしまう。あーすまん、二人で直すみたいに言ったくせに一人で突っ走ってたもんな、悪い。違うし、すごすぎて、うち先生が書いてるとこずっと見入ってたんだよ。まるで映画でも見てるみたいに目が離せなくて。ううん、それよりもずっと興奮してたかも。じゃあどうして？わかんないよ、わかんないけど、先生の絵を見てたらなぜか泣けてきちゃったの。ねえ、これってうちらのための絵なんだよね。一応そのつもりだが、わかるのか？だから全然わかんないってば。わかんないのにそう感じるの、わけわかんないのに胸が震えるの。この子はもともと感受性が豊かなんだろう。俺が書き出したイメージに無意識にも共感してくれたらしい。ねえ、どうして青い色で描かれてるのにこんなにあったかいの？こんなに優しいわけ？まるで高いところから見守ってくれるみたいで、急にうちこの学校でよかったって思えてきて、気づいたら涙が止まんなくなってたの。そうか。かすかな星明かりの下、彼女は愛おしいまでに涙の粒を輝かせていた。いろははそれで指のせ、いろははそれをいろははそれを指の背で拭いながら好調させた頬を柔らかく緩ませる。うちはさ、この学校のこと大好きだからさ、新入生の頃にも好きになってほしいよ。一緒に楽しいこといっぱいして仲間になってほしいよ。いろはがなおも声を詰まらせるのを見て、ついほだされてしまったのかもしれない。俺は軍手を外すと、ちょうど親戚の子にするようにわしゃわしゃとこの子の頭撫でていた。うわぁ、ちょっと先生、髪が崩れちゃうってば。心配ないさ、お前みたいな先輩がいてくれれば毎日楽しいに決まってる。もうそっかな、だったら嬉しいな。単純なやつ。なあいろは、側面の方にお前も何か書いてくれないか？うん、うちも書きたい。実は先生見てたらさ、うちも何か書いてみたいってなっちゃった。でも気使ってない？うち絵が上手なわけじゃないし、美術部のみんなにも先生にも申し訳ないかもってさ。本当は絵に上手いか下手なんて関係ないんだ。誰もが辞書には出てこない言葉を音もなく叫んでるものなんだよ。そんな言葉にならない思いも絵にすればうまく表現できそうな気がしないか？なんか逆に難しそうかも。お前ならできるさ。新入生を歓迎してやりたいって気持ちがあるならな。技術がなくても、うまい、上手じゃなくても案外気持ちは伝わるものだ。子供が描いてくれた絵が嬉しいのと同じように、それに見ての通り俺はもうヘロヘロだ。いろはが手伝ってくれないととても間に合わん。確かに。じゃあうちも遠慮しないし。ただいろはが描いた絵は比類なしに子供みたいな絵だった。
なんかその絵にインスピレーションを得て、今度は俺がその隣に少女が大人に成長していく様を付け加えてやる。やば、うちと先生の合作じゃん。これうちの絵まで名作に感じてくるし。ああ悪くない。絵なんてもう描かないと決めていたはずなのにな。悪くない。心からそう思ってしまう。先生、自分で言っちゃってるし。いいから続きも頼むぞ。俺とイロハの合作なんだろ。